今日はちょっと栄光について、はい、教えていただきたいんですけれども、はい、まずですね、水上で何らかのトラブルで動けなくなってしまった場合っていうのはまず何をすべきでしょうか。まず止まってしまった場合に自身の安全確保というのが一番大事なので、そこにいる場所が例えば危険な水域じゃないかとか、例えば他の船が多く走るところではないかとか、そういうところも確認をしながら、まずは自身の安全確保というのが一番です。そこからもう移動することができない場合だったらば、その他の船に自分が動けない状態であるというのを伝えるのが一番なので、大きくこう両手をしっかりと振っていただいて遭難信号を出すとか、場合によっては信号公園とかを使いながら相手に分かってもらうことに専念をするということですね。例えばもう、単独で出航してしまって、周りに、助けてくれる人もいない、じゃあもう救助をお願いしなければいけない、ってなった場合に、はい、マリーナから出航していた場合は、その出航したマリーナに連絡をしてもらってっていう形の方がいいですか。そうですね、基本的にはマリーナに連絡をしていただくのが一番だと思いますけれども、例えばもう緊急を要する場合、マリーナからの救助までの時間がもうかかってしまうとかという場合だったらば、やっぱり海上保安庁さんの方に連絡をするというのも一つの手です。118番ですね。じゃあ次に、栄光用の、はい、ロープについてなんですけれども、はい、まあ、ロープの種類いろいろあると思うんですけど、はい、まあ、種類はホテビンで、積んであるような綿のロープを使うような形でいいですか。はい、そうですね、綿のロープが一番ベストだとは思います。はい、強度もありますので、やっぱりロープが一番ベストですね。でロープの長さなんですけれども、はい、まあ、水上バイクのメーカーによっていろいろ水晶の、ね、はい、長さっていうのは、異なると思うんですけど、はい、おおよそ目安っていうのはどれぐらいあれば、目安としては10メートルから15メートルぐらいのロープは必要かなとは思います。でそれが、はい、例えばじゃ長すぎた場合っていうのは、はい、どういった弊害がロープ長い場合、別に安全に航行することももちろんできるんですけれども、例えば霧が出てきてしまったりとか、あと他の船舶がたくさんこう混み合っているようなところを走る場合、長すぎると逆に間に入られてしまうということもあるので、そういった際はやはりロープちょっと短めに取ってあげたりとかっていう変更が必要かと思います。逆に今度ロープが短すぎた場合っていうのはどのような影響がありますか。短い場合水面が荒れてたりするともちろん追突の可能性もありますので、あとは引っ張る側のジェット噴流っていうのが後ろの船にこうずっとかけながら並行する形にもなってしまうので、基本的には短すぎるっていうのはあまり良くはないとは思います。まあ、そういったこともあるんで、まあ、10メーター以上はあった方が、そうですね、いろんなところで推奨はあると思いますけれども、だいたい10メートルから15メートルぐらいのロープは必要かと思います。